こんにちは、かいちです。今回もゼルダの伝説ブレスオブザワイルドやっていきます。ここまでの動画をご視聴いただいている皆さん、お帰りなさい。さて、前回はだいぶ寄り道しましたね。なので、まあ本編というか進むべき方向へまた探検をしていこうかなと思います。先日起動したタワーですね、あそこの東側の高い山登っていこうかなと思います。双子山か。このセンサーは歩かないと反応しないのかな。割とこっちの方角ですよね。よし、あれも気になるな。風が吹いていない。双子山か。あっちから登っていくかこっちから登っていくかっていう感じかな。あそこ届くかな。風が吹いてたら届きそうだけど落っこちちゃいそうだな。落ちたらあそこ行って川を渡って向こうから登るしかないって感じかな。そしてたどり着けそうにないよ。向こうに行けたとして登れるかな。あそこからやっていって、そうか、向こうから登っても結構きつそうだな。よし、まあ何はともあれ行っていいでしょう。完全に勢い殺されちゃったな。あ、くっついた。すごいな、リンク。モモンガだな、もう。これはいけるかな。いけるかな。ああ、でもここ足場、ここで回復できれば、できなければ無理だ。よしよし、ここはゆっくり行こう。すごい、なんか風の音がすごいな。いけるか。ギリッギリだな。景色いいね。リンクは見えない景色をちょっと見させてもらってる感じだね。おお、え、なんで雨の日だから。どこまで落ちるの。おお。また君かい。ちょっとね、何の肉かが気になるからもう本気で落とそう。よし、やはりこっちの弓だと一撃必殺だね。
何の肉だろう。あ、普通に獣肉か。あ、これ足場じゃないんだ。あ、無理じゃない？無理でしょう、リンク。あー、残念ながらだよな。から回ってみようか。あー、どうだ？なんか試練の心を感知って出た。いけそう。いけそう。いけそうじゃない？よし。なんか近そうだね、祠が。壊せるかな？出たー！岩ロックじゃない？これ。音楽がちょっとち、お、岩ロック、あねー！兄とか書いたらあれ弟だったの？ちょっとさ、なんか兄弟揃ってさ、問答無用で攻撃してくるのやめてよね。ちくしょう。何倒せるの実は。いったー。あ、ちょっと待って、登ってないところからスタートするの嫌だよ。どっからスタート？とりあえず登っててほしいけど。そう甘くはない感じ？リンク、もう一仕事だわ。岩ロックって何なん？攻撃力やっぱ高かったな。ほぼ一発でやられてる感じだもんね。まさか岩ロックに兄貴がいるなんてな。じゃあお父さんお母さんもいるんじゃない？まああれは、お、なんか鳥の巣がありそう。ちょっと行ってみるか。鳥じゃなかった。あれ、祠ないのかな。また君か。お、お、いや、すっごい反応してるけど、こっち？いや、君に乗れたりするのかい？いい。ナイスタックル。あの上だな、祠。ん？なんかある。
久しぶりの集落。まあ、これ落とすか。これ楽勝でしょ。これ転がして、この見張り気づくかな？気づかんね。向こう向いた瞬間に投げる。ああ、爆弾まで届いてないか。んじ、届いた、届いた、届いた、やん。いやー、これ殴られたらやられるな。節約するか、ちゃんと戦うかだな。まずは数を。こっちじゃない。まずは君から。あ、うわー、しまった。これをこう来てすぐガードってのは難しいのかな。よし。おお、そんなこともあるんだ。燃えるんだ。え、しかも。そうなんだ。へえ、燃やした方が実はこの子たちには効く。ん、ちょっとビタロック試そう。ちょっと全然やってないけど。ですよねー。こっち方向？どう？やば、丸裸になった。 こっちのため？いや、誰もいないよ。は、焼きガニルピー、初ルピー。痛い。しまったな。ビタロック全然使いこなせてないな。こっちだよ。いやー、難しいな。ビタロックが難しいな。夜光石、初めてだ。これを使った特殊な服があると。へえ。お、虫虫。
なんか光ってる。行きますよ。なんかめっちゃ光ってる。キラッキラ光ってる。え？鎧だけ。防御力が増す。やば。何これ、なんで光ってんのこれ。お供え物じゃん。ひんやりハーブ対処効果か。そうだね、熱いとこがあってもおかしくない。痛いよ。そろそろちゃんと登って攻略したいね。いけるでしょう。あるのかな、ちゃんと祠。お、なんかありそう。あれ、あれか。見えた見えた。ちょっとでもなんかたどり着けるかどうかわからん感じじゃないこれ。すごいとこにいるな君。いや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 、もう食らわんよ。これまたなんか意味深な。いやそうだよね。いや何？何にもしてない気がするけど。またね。え、何がきっかけで出てきたんだろう。これかな。なんか落ちた先になんかあったのかな。あれ何、あれもそうか。あれがそうか。あの上は関係ないか。じゃあいけそうだね。この奥だよね。お、風が。え？寒いらしい。え？どこ行った？近いはずだ。何これ？岩？持つ。あ、また出た。ちょっといろいろ探すか。
なんだあれ。なんだあれ。手ぶれがすごい。よ、寒いからか。ほっ。あれと。あれは何？あ、打ってやるわ。あれも気になる。あったー。あ、これ以上打てない。そんなことあるんだ。ちょっとこの先にあるかと思ったらないじゃん。あそこじゃん。しかも登れる気がしないんだけど。そういや、うちわがあったな。うちは関係ない。でも風向きは向こうだし、一回飛んでみる。ピンが打てないらしいんだよね。100個ぐらい打てるかと思ってたのに。スタンプに変更。スタンプとピンが違うのか。変更してみようかな。川を隔てて向こう側か。いやー、これはやばいよね。どうやって登るんだろう。やっぱ向こう側からかな。いやー、これ落ちたらやばいね。飛んだら上昇してあそこに行かないかな。行くかな。行かない気がするよね。しかも落ちてったらさ、ズームズームズームはある？違う違う。落ちたら復帰がすごい難しそうだな。落ちたらこういくんだね、きっとね。まあ行くか。大冒険だ、リンク。ビビってじゃ何も始まらん。くっそ完全に失敗したな。まあどの道登れんかったね。迂回しよう。ジャンプ切りの癖を直さないかな。
て、ああ、でも何もできんのだよね、これ。ツルハシないかな。お、なにこれ、なにこれ。ああ、イナゴ。正しいから、これっ、意外にそんなに遠くないね。うわ、高っ高っ。何あれ、ああタワーか。ものすごい大きいモンスターとか うろうろしてないから、みんな岩ロックみたいに隠れてんのかな。いけそう、いけそうじゃない、いけそう、いけそう。方角的にはこっちなんだよ。紫色のピンだもんね。またあのコロクちゃん、うん、あれだよね、なんでまたこういうやたらとつながってないんだよな。え、確かあれ見たな。方角的にここにあるよね。で、さっきここにいたよね。ちゃーあれを目指してたのに。あれ、あ、そうか。すぐ真下だったから。あの上から気づかなかったんだ。まあいいや。あ、うわ、あの上行けないんじゃない。あれは登れないっしょ。これえ、登れないでしょ。登れるかな。あ、これなんで、これ、いや、まあ無理だろうね。登れれば到達できるけど、どう、まあ無理だよな。なんかそういう風に作られてそうだもん。あっ、いったいった。あかん、グダグダだ。よかったー、ここならいけるわ。いけるよね。よし、
気がするけど、あれは幻かな。よし、じゃあようやく次の祠に到達したので、ここで一旦動画終了します。ご視聴ありがとうございました。